ウィリアム・アレンはアメリカ合衆国オハイオ州の民主党の政治家。連邦下院議員、連邦上院議員、第31代オハイオ州知事。アレンはノースカロライナ州エデントンで生まれた。姉妹であるメアリー・グランベリー・アレンはプレザント・サーマンと結婚し、その息子、アレンジー・ーマンは叔父の足跡をたどって弁護士と政治家になった。ウィリアム・アレンは1819年に オハイオ州チリコシーに移り、そこで姉妹と一緒に暮らした。再選を逃すまで1832年から1834年の間に、連邦会院議員を1848年に参、戦を逃すまで1837年から1849年の間連邦上院議員を務める。アレンは、チリコシ近くの彼の農場をフルーツヒルに退き、 ほぼ市販世紀公職に戻らなかった。彼は1874年から1876年までオハイオ州知事を務める。1875年の選挙で2期目の2年を逃した。上院議員のアレンは、1844年の大統領選挙の争点でもあったオレゴン地域の問題について、アメリカはその全域を要求すべきとする民主党、拡張論者の一人であった。 1846年1月までに民主党寄りの新聞はアレンのスローガン54度40分か戦争かを社会に広めた。このスローガンはオレゴン地域全域を併合しその北端をロシア領アラスカとの境であった北緯54度40分とするためにアメリカはイギリスとの戦争を覚悟しなければならないと示唆していた。ウィリアム・アレンは 国立彫像ホールコレクションに寄贈されたオハイオ州からの彫像の一人である。彼の彫像は連邦議会議事堂の国立彫像ホールに立っている。ありがとうございます。